今見ていただいた動画は、本校の2年間の活動をまとめたムービーになっております。私たち東門高校は ICT を活用したアクティブラーニングの実践と評価、一人一台のタブレット端末による e ポートフォリオ活用ということで研究を2年間進めさせていただきました。実際にこの2年間の活動を通して私たちが目指したものは、いわゆる知識の量や記憶力の良さだけでなく、その子一人一人が持っている力を引き出し伸ばすこと、これが目的でした。実際にその2年間の活動を通してさまざまな生徒の姿を見ることができました。これは昨年卒業した生徒たちが書いてくれた自分の将来の目標です。このように自分たちが学んだことを社会へ還元していけるような人物を育てていくことが我々の役割だと思っています。実際に昨年度3年生のある1名の女子生徒が、高校生 ICT カンファレンスというイベントで全国の高校生の代表として、内閣府や文部科学省、経済産業省などでいった、省庁を回って各省庁に提言を行うという役割も務めました。他にも本校卒業生で、また自分の学校に戻ってきて教員になりたい、教育実習をしたいと言っている生徒たちも徐々に増えてきていました。このような出来事は私たちの教育の一つの成果ではないかなというふうに考えています。こういった成果を引き出すために私たちが取り組んだことは3つです。子どもたちに確かな学力をつけさせたいということと、子どもたちに学びやすい環境を提供したい、子どもたちの多様性を尊重した実践や評価を行いたいというこの3つの挑戦です。それぞれ1つずつ紹介していきたいと思います。まず1つ目の子どもたちに確かな学力をつけさせたいという取り組みですが、私たちの学校は2年前どういった子どもを育てたいのか、どういったことを授業で教えなければならないのかというような明確なビジョンがありませんでした。それぞれの教員が素晴らしい取り組みを行っているものの、それぞれの関連が見えず単発の取り組みで終わってしまっていました。例えば生徒同士が学校生活をよりよく送るためにピアサポート研修という、それぞれが助け合って学校生活を送っていこうという活動があるんですが、そういった活動や授業での学習内容は関連づかないまま終わってしまっていました。そのような状況を見て、これををつなげることによって子どもたちにもっと素晴らしい体験をしてもらえるんじゃないかというふうに考えるようになりました。そこで私たちはどういった力をつけてもらいたいのかということを話し合うことにしました。今なぜこの学校に彼らが来ていて、自分はなぜこの教科を教えていて、子どもたちにどのような姿になってほしいのか、こういったことをトータルプラン委員会という委員会を作り、現在も継続して授業改革のための取り組みを行っています。実際に子どもたちには1人1台のタブレットを使って授業をするということも目標の一つとしてあったので、まずその前には教員が自分たちが変わらないといけないということで、学び続ける教員集団の育成にも力を入れました。これは iPad を使った、研修の様子なんですが、今後求められる力はどういった力なのかということや、評価はどういうふうにあるべきなのかというような話も大学の先生や企業の方に来ていただいて学ぶことをしました。
こういった私たちの中でどういった生徒に育てたいのかっていうことを共有できた、共有していきながら、じゃあその学んでもらいたいことを実現するために環境を整える必要もありました。その一つはアクティブラーニングルームという、机や椅子が動かしやすく、一斉学習や個別学習、共同学習がしやすいような環境を作ることでした。本校はすべての普通教室にプロジェクターと電子黒板機能付きのプロジェクターが入っております。無線 LAN もつながるようになっているので、 iPad を持っていけば先生がいつでもどこでも授業をできる体制が整っています。そういった恵まれた環境を生かすためにも、子どもたちが来てワクワクしてここに来れば何かが起こるというような部屋を作ることで、もっと子どもたちの力を引き出すことにつながるのではないかと考えました。また3年生になるとコース選択があり、情報デザインコースというコースがあります。そのコースでは1人1台こちらの助成金を使わせていただいて購入した iPad を貸与して授業を行っていきました。またこのコースだけの取り組みにとどめておくのはもったいないということで、2年目の取り組みからは BYOD ということで、生徒の所有端末を活用するということにも踏み出しております。具体的には生徒が持っているスマートフォンを活用して授業の中で取り組みとして使っていくということです。実際に大阪府の高校では携帯電話を持ち込んではいけないというような規則があったりします。ですので学校の中でスマートフォンを使うときの規約を作り、それを生徒と共有することで授業の中で学習するための道具として使えるような体制を整えていきました。そして環境が整った状態を生かすためにどのような取り組みをしていくかというお話を最後にしたいと思います。アクティブラーニングの中で伸ばしたいものは、知識の量や記憶力の良さだけではなく、それ以外の子どもたちの特性に応じた能力を伸ばしていきたいというふうに考えました。ある生徒がいたとしても、その生徒は大勢の中の一人です。それぞれの興味や関心があって特性を持っています。記憶することが得意な子がいれば、知識の量が豊富な子もいて、発言することが得意な子もいます。興味関心を持ちやすい子がいたり、考えることが得意な子もいます。それらの子どもたちに効果を発揮するのがアクティブラーニングではないかと考えています。どのようにではアクティブラーニングの実践を行ったかという例を2つ紹介して終わりにしたいと思います。1つ目はクイジーズというアプリを使いました。ソフトウェア、サービスを使いました。これはブラウザ上で動く簡単な小テストクイズのようなものです。このように生徒は自分の携帯端末を使ってクイズ感覚で問題をクリアしていきます。教員は自分の端末からどの問題が間違いが多く、どの問題は正答率が高いかということを確認できるので、その後の指導も大変やりやすくなります。子どもたちの中からは、これをもし来週もやるんだったらもっと勉強してくるというような意欲的な声も聞かれました。これは情報の授業でデータ分析を行っている授業の内容です。教員が提示したデータと自分たちの学校で集めたデータを付き合わせて比較することで、何か新しい発見が生まれないかということをマインドマップにまとめているところです。教員はそれらの意見を集約し、子どもたちにまた提示することによって考える材料として示し、さらに深いデータの分析を促しています。これは本校のアドバイザーである影戸先生からのアドバイスによるものでもあります。まず自分たちで考え、それを共有し、話し合うことによりまた生まれてきた新たな問題をグループでまとめたり、より自分たちで深く探っていったりする。こういった取り組みを可能にするのが一人一台のタブレット活用ではないかと思っています。そしてそれらのタブレットの活用を一般的に落とし込み、他の先生方にも活用してもらうために東モズスタイルということで3つの段階に分け、現在も取り組んでおります。そして最後にこれらの評価の仕方です。
具体的にはポートフォリオを活用し、 e ポートフォリオとして自分たちの取り組みをまとめさせる活動を行いました。ここでいう評価とは、点数をつける評価だけではなく、その子どもたちにどういうふうになってほしいかっていうようなことや、どれぐらいできたかっていうようなことを返すことを指します。最初はマハラやムードルのようなサービスを使っていたのですが、これは本校には馴染みませんでした。それよりも Google フォームを使って簡単にいつでもどこでも集計ができたり、自分たちの取り組みを視覚的にまとめることができるようなサービスを多く使っていました。このように学習の成果をいつでもどこでも自分たちの学びが振り返られるような体制を作ることによって、より学習、次の学習活動に向かう力も湧いてきて、より学習が深くなるのではないかと考えています。最後に今後の展開です。アクティブラーニングを充実させることで学ぶきっかけを作ることができたと考えています。これらをより学力の向上という学ぶ目的につなげるために、それぞれの教科で学力の定義をし、どのような力をつけさせたいのかという話を今後も継続して進めていく必要があると思います。2年間の取り組みで、掛戸先生をはじめパナソニック教育財団の皆様には大変お世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。